はいどうも、今日もやってきました。フィットのね、フィットのエクステリア改造計画と、まあ改造、まあ今日はね、こんなアマゾンでこんなん買いました。なんかね、この間ちょっとオフ会に行った時に、結構皆さんつけてたんですよ。これててーんててーん、ほら、すごない、これすごない、逆光か。これね、何かというと、あ、こう向きか。フィットのね、後ろのガラスに、ペチャッとね、これくっつけるだけのやつなんですよ。これプラスチック、めっちゃプラスチックやな。これほら、カーボン。カーボン、結構カーボンに見えるやん、これ。カーボン調。なんかね、これアマゾンで、まあ中華製なんですけど、一応両面テープついてました。ここにつくんですよ、ほら。こういう感じか。ああ、へえ、どう？変な形、これだけすごい、たったこんだけしか開いてないんで、まあこれつけてもこの間からちょっと見えるという程度のものですね。こんな感じで貼れました。これ謎の M っていうのはね、これ 3M の M かな。まあこれぐらいちゃんとね、2つ分貼れるだけの量はありました。え、これかっこええのかダサいのか。このドアに干渉しないように貼ってくださいね。まあピチッと貼れば大丈夫です。どうでしょうか、皆さんご意見いただければありがたいです。ダサい？どう？あ、でね、これ室内ね、こんな感じ。あ、ちょっと貼る前映しておきゃよかったな。まあちょっと隙間が見えるっしょ、ほら。これ今運転席側から見てます。ああ、こうなってたんね。ここがなんかボコッと、これなんなんやろ。あ、なんか取れそう。ここはもともとなんか塞がってます。ガラスがね、こんな形になってたんですね。よくは見えないですが若干見えます。よし、次は行くか。禁断の赤エンブレム、これね、裏ね、ほら、これちょっといただいたやつなんですけど、ちゃんとポッチがね、出てますね。私のタイプのフィットにはつかないんかな。で、これこの間オフ会で買ったやつね。ここはポッチが折れちゃってますよね。で、ちょっと、これ割れちゃってるんで、このいただいた方がまだ綺麗なんで、これつけるか、やるか。ちょっと DIY 的な感じでこれ色を剥がしてね、赤色以外にしようかなと思ったんですけど、意外と赤合うかなと思って、ちょっと今現状どうなってたかなっていう感じですよね。ちょっと見に行ってみましょう。はい、今ね、こんなんなってました。ほら、こうなんかペタッとしてなかったんですね、エンブレムね。こう中に掘り込んでる感じ。これがここにつくんかい。うわー、これどうなん、これ。赤い鼻のトナカイみたいになってない？出さない？これ。これ出さない？ちょっと外してみますね。ほら、外すとこんな感じ。ちょっと今両面テープ残っちゃってますけど。わあ、やっぱこれちょっと色変えた方がよくね、これ。これちょっと赤エンブレム今つけてる方ごめんなさい。ちょっとディスるわけじゃないんですけど、私の車には合わないかな。コメントでご意見いただいたらありがたいです。剥がそう。ちょっと裏つけてみます。今現状こんなんなんですね。どう？あ、後ろはそんなに？あ、後ろはいいんじゃない？なんか、ねえ、なんかね、後ろはテールランプも赤いし、まあ、下に赤いラインも入れてるし、ああ、まだ後ろはいけるか。なんかね、後ろだけかっこよかったんで、ちょっと撮っていきます。
内側からネジひょっとして、この内張りにはない、これ全部剥がさなあかんってなると結構手間やな。いや無残な姿、これちゃんと取れるんかな、このヘラだけやわ役立ったん。おお、あーきれいきれいしとこ、取れました。いやー中学の炎天下でやる仕事じゃないな。もう無理やり取ったらこんなバラ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 になっちゃいました。悲しい。では今からこれつけようと思います。さようなら俺のエンブレム。はい、今これエンブレムなしモード、これはこれでかっこええんか。では禁断の赤エンブレムいきます。はい、どうでしょう。まあまあかっこいいよね。後ろは自然やわ。ちょっと前は今回やめときます。ほら、赤エンブレムと柿本マフラー、柿本マフラーとあれね、なんかアマゾンで買った3000ぐらいのやつ。いやちょっといじるだけでなんかねオリジナル感が出ていいよね。本当かな、痛くない、大丈夫、いたしゃじゃない。はい、続きましてフィットエンブレム変えていきます。これ黒いのに変えたいと思います。これちょっとロゴ体が違うんかな、いや一緒かな、黒なんですよね。黒、あれうまいこと剥がれるかな。今日は炎天下なんでこの粘着も弱いかなと思って剥がします。これヘラだけでいってみますね。よし、これは割れないでおくれ。さっきちょっとホンダのエンブレム割っちゃったんでね、怖い。あ、なんかピチって言ってる。いやー強いわ。しかし今日はよし、この100均のシール剥がし行くぞ。すごい怖い。ほら、ああもう折れそう。取れた。嬉しい、取れた。綺麗に取れた。やべ、これ 15.4 キロパリッターまで減っちゃった。ちょっとね駐車して、クーラーガンガンにしてたらもう一気に下がりましたね。ふう、どうよ、シール剥がしめっちゃ時間かかった。もうね日陰でやらないとねこれ死んじゃいます。綺麗に剥がれたでしょ。この辺でいいか。よっしゃ、いざ。ちゃんと晴れ取る。まあこれプロコロなんでほとんど目立たないですね。いいんじゃないの、これフィット4になっちゃった。新しいエンブレム。そうなるとこれも剥がしたくなるな。はい、というわけで今日はこの辺で終わります。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくお願いします。じゃあね、バーイ。